こんにちは、ママライフチャンネルです。はるです。はい、今日はですね、とある方にフルメイクをしていただこうと思います。この後ちょっとじゃあ先生をお呼びいたしますね。こちらの方です。どうぞ今日はですね、5歳の先生にですね、この後お化粧をしていただこうと思います。私が毎日化粧をしている時に、化粧をさせてください、化粧をさせてくれ、これをしてもいいかと毎日毎日言われるので、今日は思う存分していただこうと思います。先生よろしくお願いいたします。この後化粧を落としてベースだけの状態でしてもらおうと思います。それではどうぞ。はい、ということで一旦メイクを落としてベースだけの状態で今います。失礼しますベースはですね、いつもこのラロッシュポゼのプロテクショントーンアップ使ってます。日焼け止め乳液と化粧下地が一緒になったやつ、これを塗った後にラネージュの 23N だったかな、クッションファンデを塗って、イニスフリーのフェイスパウダーを塗ってますが、今この状態です。全く他はメイクしてないのですいませんでは今日はこちらのメイクアップアーティストのココさんにフルメイクをしていただこうと思います。よろしくお願いいたします。綺麗にお願いしますね。まずじゃあ眉毛からしていくんですけど、ちょっとこれがねめちゃくちゃハゲてて、ロフトで買っております。こっちがペンシルと、こっちがですね筆と言いますか、こう両方かけるみたいな感じのブラウンを使ってます。あー怖いわ。茶色ちゃんとやってよ、本当に。なんで笑った、なんで笑った、なんで笑った。で次、これがリセの眉毛のコンシーラーなんですけど、アイブロウエンハンサー、これを輪郭というかこう縁取る感じで立体的にするのにいつも使ってます。どこにある、眉毛の周りに、ここ、パカポプ、合ってる合ってる合ってるんだけど、今見とるなと思って。なんで、うん、はい、次がセザンヌのノーズ&アイブロウパウダー、これで鼻の影と眉毛をいつも描いてます。これ真ん中、真ん中、真ん中の色で鼻描く、結構濃いな。うわすっごいよ、大丈夫これ、眉毛じゃないここ、うん、しばい、うん大丈夫眉マスカラですね、これもロフトで買いました。ヘビーローテーションカラーリングアイブロウ、結構明るめの色ですね、うん、できた？次は、はい、アイライナーですね、これメイベリンのハイパーシャープライナーブラウンブラックです。目つぶったね、かけた？薄い、いや分からん、いいよ、しません。次がキャンメイクのジュエリーシャドウベール06番アイシャドウです。これは100均の筆です。これ本当はな、絵の具の筆なんだけどな。違います、ママがな、絵の具の筆じゃない、ちゃんとメイクの筆です。
これ、うん、こちらはセザンヌトーンアップアイシャドウ09番ブリックブラウン、これを使うそうです。パンタ難しい。メイクのポイントはどんな感じなんですか？分からん。何色が流行りなんですか？あ、ラメが流行りなんですか？へえ。大丈夫？今ちょっとねえ待って。丸書いてさ。ほくろにしようとしてる？だいぶでかいほくろになるよそれ。大丈夫これ。左右全然違うけど大丈夫？こっちは OK。クリオのシャドウですね。25番コーラル。わあ、コーラル、うん？こんな色を使うらしいです。大丈夫？いいよいいよ。二重がなくなった。あ、そう？はい、いいですか？はい。さあ次はビューラ。あー怖いよー。怖い。挟んでないよ全然。はい。マスカラ。じゃん。マスカラ。オペラのマイラッシュ黒ですね。マスカラをしてます。こちらのマスカラちょっと細めで塗りやすくてお気に入りでずっと使ってます。え、前向いとったらいい？どうしたらいい？前向いて、手で回せる。そういう顔したらいい？分かりました。マスカラ塗るときこんな顔で。分かりました。白目。白目は難しいわ。痛い？いや痛くないけど、なんか鼻についてるけど大丈夫？ついてないついてない、ちょっと。なんか眉毛塗ってない？大丈夫？うん、眉毛塗ってない。本当？クリオのチークです。ピンク。はい、こちらも100均の筆で。リップ、エスティローダーの01番ピュアカラークリスタル。なんかピンクじゃない？顎をさ、顎をさ、ねえ。ねえ大丈夫？アホについた。嘘でしょ。塗れた？次、リリミューのピックミーアイズグリッター03番ティーチミーですね。これもお気に入り、とっても指原莉乃さんのプロデュースしたやつ。なんかもう、いやいや、責任はあなたですよ。あなたがしたメイクですよ。変ってどういうこと？はい、グリッターつけるときはこんな顔したらいいらしいです。ねえ、こうやってやる必要ある？ある。うわ、なんかいっぱいついた気がするけど大丈夫これ？なんか平成のギャルみたいになってるよ、目の下。そんなつけて大丈夫？そんなつけんでいいよ。だってまだ、だってまだなんじゃ。大丈夫？ミニスフリーのパウダーをもう一回するらしいです。シミが消えて、シミが消えて、ポン
ねえ、遊んでるでしょ。遊んでない。もう大変ね。大変じゃない。できました。はい、フルメイクしてもらいました。どうですか今日のポイントは。今日のポイントは、うん、コンシーラー使ってなくね。コンシーラーって何。あ、アイライナー。アイライナーと、はい、うん、こちらのラメとが、うん、どういう風にポイントなんですか。うん、この線より、うん、この辺で塗るのがいい。参考になりました。ありがとうございました。あのもっとヤマンバみたいな平成ギャルのような感じになるんかなって予想してたら意外とナチュラルメイクでちょっとびっくりしました。逆に上手にできますね。ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみに。バイバーイ。トムライフで撮影体験をしたい方はぜひ概要欄からご応募ください。